選挙だってよ。ねえ、わたる、18歳になったんだから選挙にはちゃんと行くんだよ。道徳ある大人として当たり前のこと。貴重な一票を無駄にしたら罰が当たっちゃうよ。私も初めての選挙で緊張するけど、若者のせいで投票率が落ちたなんて言われたら嫌だからね。それにネットニュースでしか流れない事実がたくさんあるし、偏った情報だけを頼りに投票されてもね。ここで私たち頑張らなきゃね。それにしても選挙カーうるさいな。騒音以外の何者でもないよな。正直あれは逆効果。もっともらしいマニフェストを歌っていても選挙カーで騒音を撒き散らした時点で失格だと思っちゃうね。何の疑問も持たずに選挙カーを使う立候補者は一般人の気持ちなんぞわからない。究極の愚か者だ。いい加減に選挙カーのない選挙を。おお。そうね。夜お勤めをしている人は貴重な睡眠を邪魔され、小さな赤ちゃんをようやく寝かしつけたと思った母親は、あの選挙カーの騒音を聞いたら怒り心頭だろうし、大きなスピーカー音に心穏やかに過ごせずに精神的苦痛に陥ってる人もいるらしいよ。だいたい嘘言うたろうって自分が当選したいがために意見コロコロ変えてるんだって。でも今の法律では選挙カーによる騒音を取り締まることは不可能だからね。だいたい積極的に投票に行く人はネットで十分下調べをしてから投票に行ってるし、ネットをしないような人でも積極的な投票者は紙資料で十分だと思うしね。それに投票に行かない人の中には選挙カーをうるさいと思って腹立ててる人もきっとたくさんいると思うよ。かえって選挙カーを使いませんってことをアピールした方が新たな投票者を生むような気がするんだけど。でしょ、法律で取り締まれないなら立候補者が自粛して選挙カーを使うことが恥ずかしいと思われるくらいにならないとダメなんだよな。ここら辺で声高らかに選挙カー全廃運動しようね。でもどうやって。そうだな。あ、そうだ、ゲリラライブ用に特注した大型の音声システムを搭載した移動ステージトラックを借りて、それを街宣車代わりにしてみんなに訴えるってのは、ちょっとしたライブハウスの音量くらいは出力できるし遠くまで音が届くと思うけどね。こらこら、そんなことしたら選挙官なんぞより渡るの方がよっぽど騒々しいぞ。まったく、は、愚かな立候補者と同じ罪を犯してしまうところだったって。冗談だったんだけどね。あー、もうこっちに来る、本当にうるさいな。あのウグイス嬢のお姉さんとっても綺麗だったな。ちょっと、もう一度こっちに来てくんないかな。声もなんてお綺麗なね、そう思うよね。ほらこらこら、ちょっと何言ってんの。あー綺麗、あーもうやだな。選挙カー動かすほどに票なくす。